サンディエゴからこんにちは元字幕翻訳家の英語コーチ塩浜直子です今回は英語のコンプレックスについてお話ししたいと思いますちなみに私はオンライン動画講座で映画ドラマ洋書のストーリーを使って楽しく英語を習慣にする方法と日本語を活用して英語力をアップさせる方法を教えていますこの番組を聞いてくださっているあなたは英語を 映画やドラマを通じて学びたいと思っている方が多いと思いますそしてさらには必要な時に言いたいことを英語で言えるようになりたいなと思っているはずですでもあなたは言いたいことを英語でうまく言える日が来るともは思えないと思っているのではないでしょうか英語って真面目で謙虚で頑張りやという長所が裏目に出るんですよね真面目で謙虚な人ほど自分に厳しくて 自分へのダメ出しが強いんです。私自身がそうだったからよくわかるんですね。自分へのダメ出しの声を、私はダメ出しのと名前をつけています。13歳の時、映画の字幕翻訳家になろうと決意して、15年かけてその夢を叶えました。英語と映画が大好きだから、常に英語と映画に触れていられる仕事、しかも家でできるということで理想的に思ったんですよね。 私は学校ではいつも成績がいい優等生でした。自分で言うのもなんなんですけどね。あの幼なじみとか小中高の友達からはいつもナオちゃん頭良かったよね、成績良かったよねと言われるタイプです。でもそう言われると頭がいいのにね、成績がいいのにね、でも英語喋れないのよねと自分で突っ込んでました。<laughs> それに字幕翻訳をやってると必ず へー字幕翻訳家なんだじゃあ英語ペラペラだねって言われるんですトム・クルーズが来日するたびにあの必ず横で通訳している戸田夏子さんのイメージが強いんですよね <laughs> だから私も駅前留学のノバにも5年以上通いましたトータルにすると200万以上使ったと思いますねでもノバの中ではその高いレベルのクラスになれるんですまあ、優等生ですからね でもノバの建物から一歩出たら英語を話さない状況なんですね。だからもういくら頑張っても自分は英語が喋れるようにはならないと自分にダメ出しをしまくってました。本当に自分でも呆れるくらいダメ出しいのが大活躍です。自分の努力を褒めてあげられない。逆に頑張ったってどうせ英語喋れないじゃんと自分に対しての辛口コメントはガンガン出てくるんです。 ダメだしのって本当元気いっぱいですよね。頑張っていることすら認めてあげられないわけです。字幕を翻訳しててもダメだしのが大活躍。<laughs> これ本当に正しく訳せてるの本当にこのニュアンスなの語訳なんじゃないのと次から次へとダメだしいのがいろいろ叫んでくるんです。そもそも字幕翻訳あなたやる資格あるのという声まで聞こえてました。というのも英語圏で生活したこともないし 留学経験もない自分はダメだと自分で決めつけてたんですよね。ね、繰り返しになりますが、英語って真面目で謙虚で頑張り屋という長所が裏目に出ます。でもこの英語が喋れないっていうのは自分の評価ですよね。自分の英語力を決めるのは九十五パーセント以上が自分自身なんです。もちろん実際に英語で話して伝わらなかったら改善の余地はあります。 私の場合、サンディエゴに移住してから夫にこう言われたんですよね。ナ子がこんなに英語喋れないって知らなかったよ。<laughs> 私と夫は日本人ですから、2人の会話は全て日本語なわけです。サンディエゴで暮らすようになった初めて、私が英語で話すところを見た夫が素直な感想をポルルルと言ってくれたわけなんです。ちなみに夫はかなり天然です。まあ、夫からすればね、オ子は英文化出てるし、 字幕翻訳やってたし英語ペラペララなはずだと思ってたんでしょうねその私が喋ってるところを聞いてあ思ったほど英語できないんだと思った感想を素直にポロリと言ってくれてそのコメントが的を射てるだけにねぐさりと私の胸に刺さったんですねでもこのなんていうの悪気があって言ったわけじゃなくて本当に事実を言ってくれてるからその夫の言葉が私を奮起させてくれたんですよね。 でサ,ンゴサンディエゴで暮らすための収入は彼が、ね、当時は一手に引き受けてくれていましたし、まあ、英語力がどうあれ私の仕事というのは5歳と1歳の娘をしっかりと育てていくことなわけです一番大変で辛かった立ち上げ期に夫婦間での分,が分担がしっかりできていたからこそ踏ん張れたとも言えます、まあ、サンディエゴでは生活がかかっていますし 娘二人の幸せも私の英語力にかかっているんです <laughs> 日本ではもうダメらしいのにやられっぱなしでしたけどサンディエゴではもうダメらしいのが顔を出す暇もないくらい体当たりでドシーンとぶつかっていきました英語ができないって言うだけでなんでこんなに惨めな思いをしないといけないのかと泣きそうになったきあの経験は何度もあります もう,今もう14年過ぎてますけれどもいまだに私は英語力に自信があるとは胸張って言えないんです。ダメだしいのが顔を出す時も今でもあります。でも今言えることはいざという時に必要な英語を話せるようにはなってるということなんです。つまり大事なのは自分の英語力と折り合いをつけながら日々成長することなんですね。自信を持つことが大事なんじゃないんです。 自分にダメ出しばっかりしてたら、どんどん自分が小さくシューンとしぼんでしまいますよね。だから、ダメ出しのうまく手なずけながら。頑張っている自分を前に、あの頑張っている自分とか。毎日成長しようとしている自分を褒めてあげることがすごく大事だと思うんです。英語学習っていうのは終わりがないんですね。だからこそ、楽しみながらでないと続かないんです。 私のモットーは人生も英語も楽しんだもの勝ち英語は楽しく習慣にしようというものですこの番組では私が出会う英語の気づきについてもこれから発信したいと思いますもちろん大好きな映画、テレビドラマ、洋書の情報もたっぷりお伝えしますからね真面目で謙虚で頑張り屋のあなたが人生も英語も楽しめる内容を引き続き配信していきますので これからもどうぞお楽しみに。コメント大歓迎です。Have a wonderful day.